コミューター航空会社あるいはリージョナル航空会社または地域航空会社とは航空会社の定義の一つであり小型航空機で近距離の2つの地点を中心に結ぶ航空会社のことである。典型的な小型プロペラ機の座席配置図もともとコミューター航空会社とは1978年アメリカで航空会社の撤退と参入に関するための規制が 廃止されたことにより誕生したため、特に北アメリカにおいて発達してきた。ヨーロッパでは特には定義がなく、ただ短距離を結ぶ航空路線のことをコミューターと呼んでいる。日本ではコミューター航空は2000年2月までは60席以下の飛行機での不定期航空輸送事業による二転換輸送とされていたが、現在は 客席数が100席以下かつ最大離陸重量が50トン以下の航空機での定期的旅客輸送を意味するとされる。大型ジェット機ほど出発準備に時間がかからないという利点だけでなく、特に山間部の多い日本では道路や鉄道などの陸上の交通手段に比べると移動時間を大幅に短縮できるという利点がある。これらの利点を活かし、コミューター路線は拡大傾向にある。 また、大都市から離れた島を結ぶ、コミューター航空会社も、複数存在するが、これらは、生活路線の一端という意味合いが、比較的強い。サーブ340型機コミューター航空会社が、利用する、中、小型の航空機は、ミニエアライナーやコミューター機と呼ばれる。固定翼機では、滑走路の短い地方空港の、運用に適した、リージョナルジェットやターボプロップ機。 近距離や島初部ではヘリコプターが多く用いられる。大型機市場でシェアを2分するボーイングとエアバスは、コミューター機に相当する機体を製造しておらず、多数のメーカーが参入している。代表的な機体は、エンブライルアージ175、ボンバルディア CRJ700、DHC-89400、サーブ340、ATR42 から600、 シコルスキー S-76 などが挙げられる。また三菱スプスジェットやアージ21などの新規参入もあり大型機市場に比べ競争が激しい。北、アメリカでは、例えばアメリカン航空で言うと、アメリカンイーグル航空、ユナイテッド航空は、ユナイテッドエクスプレスのように大きな航空会社がコミューター路線専門の子会社を作ったり、特に資本関係を持たない各地の コミューター航空会社に自社コミューター路線の運行を委託することがある。これらは一般的にローカル担当などと呼ばれる。日本では大手航空会社と地元自治体との趣旨により設立された例があり、日本航空グループでは日本トランスオーシャン航空と琉球エアーコミューター、旧日本エアシステムグループでは日本エアコミューターや北海道エアシステム、 全日本空輸グループではエアー北海道が設立された。日本ではオリエンタルエアブリッジ、ク草エアラインが第三セクターとして設立された。ありがとうございます。